オチャーコフ、オチャーコフ、ロシア語、アチャーカフ、ウクライナ語、オチャーキューは、ロシア帝国で建造された、防護巡洋艦、である、一等巡洋艦に含まれる、遠距離偵察艦に分類された。艦名は、ウクライナの都市で、ロト戦争のオチャーコフ後為戦の戦勝地のロシア名で、ある、オチャーコフ、に由来する。オチャーコフは、1881年に、 ドイツ帝国のフル艦社によって設計された、ボガトイーリ級防護巡洋艦の5番艦として計画された。同級の後期型2隻は、1895年から1902年間の予定で、国会艦隊向けに計画されていた。国会艦隊型ボガトイーリ級の2番目の艦となった、オチャー甲府は、1901年2月27日に、 セバストーポリの国有交渉で、帰港、5月4日付で、国会艦隊に登録された。1902年9月21日には、浸水式を行った。しかし、日露戦争への出費のため建造資金が枯渇し、オチャーコフの建造は、父として進まなかった。1905年6月30日には、戦艦ポチョムキンタブリーチェスキー港の反乱が発生したが、 これに影響を受け、11月24日には、建造中であった、オチャーコフ艦上でも反乱が発生した。オチャーコフでは、ピョートル・シュミット中尉の指揮により司令部に対する反抗が試みられたが、28日には制圧された。この一連の反乱事件を、セバストーポリ放棄と呼ぶ。反乱勢力の鎮圧に際し、艦隊は、著しい損傷を受けた。また、 不吉な反乱艦の名称を嫌い、艦は完成を待たずに1907年4月の日、カグールと名を改められた。修理をするとともに、日露戦争での戦艦を取り入れ若干の回収を施されたカグールは1909年6月10日にようやく竣航した。オチャーコフは、同時期に建造された近距離偵察巡洋艦に比べ、長大な航続距離を持っていた。 速力は2 3 3 k n を発揮した。武装は45口径の 152mm 砲十に門を備えていた。当初搭載の予定されていた 45mm 砲は日本海海戦で艦隊戦には全く役立たずであることが判明したため搭載が見送られた。また、1911年には艦首に装備されていた水中発射型魚雷発射艦も撤去された。 無線装置は 2kW のテレフン検式1909年型が搭載され、これにより250回りまでの距離での更新が可能であった。バルト海艦隊向けの3艦に対し、国海艦隊向けの2艦には、いくらかの修正が行われていた。しかし、それ以上に工作の関係で個艦の性能差が大きくなった。オチャコフは、航続距離や装備の面で若干艦より、 見劣りがした。1914年に勃発した第一次世界大戦では敵の海上交通や沿岸地帯への吸収作戦任務、オスマン帝国沿岸における偵察及び封鎖部隊の輸送任務につき他の艦隊の活動を吸収任務及び機雷不設で支援した。また、戦艦戦隊を護送し、その対戦防御に従事した。 1916年になると、カグールは2月5日から4月18日にかけて行われたトラブゾン攻撃作戦に参加した。同年10月にはコンスタンツアの石油貯蔵所や港湾施設を砲撃した。その後、同年10月8日からセバストーポリー軍港で武装の近代化を伴う艦隊と内部構造の修繕を行った。この改装により、艦には 新しい情報信の 130mm 砲が搭載された。1917年2月にはロシア革命が勃発した。これに関連し、カグールは4月13日から再びオチャーコフに感銘を戻された。これは先のオチャーコフの放棄を記念してのものであった。オチャーコフは同年12月29日には赤色国会艦隊へ編入された。 翌1918年1月にはウクライナ人民共和国によって所有権の主張が宣言されたが、その時すでにオチャーコフは赤軍の支柱にあった。その後、1918年2月9日のブレストリトフスク単独講和により中央同盟国と同盟したウクライナ人民共和国軍がウクライナ全土を回し、赤軍はウクライナから駆逐された。 4月29日にドイツ帝国の軍事力を背景にした平地ンの政変によってウクライナ国が成立すると一部の艦艇はドイツ軍による接収に反対して赤軍支配下のノボロシースクへ逃亡し。しかし、ゴチャーコフはセバストポリにて5月1日にドイツ軍に捕獲され、翌2日には正式にドイツ海軍に編入された。その後、 ウクライナ国海軍に編入されその主要艦艇の一つとなった。ウクライナ時代に艦名が再び、かぐる、ウクライナ語でカフールに戻されたという説もあるが、定かではない。ドイツの降伏により後ろ盾を失った。ウクライナ国は11月にイギリスフランス合同革命艦将軍の侵攻を受け、多くの艦艇を失った。オチャーコフも、 他官同様11月24日に艦将軍に捕獲されイギリス海軍に編入された。1919年3月3日にはオチャーコフは南ロシア軍に編入された。官名は9月にゲネラール・コルニーロフに変更された。官名の由来となったラーブル・コルニーロフ将軍は巧妙な白軍の司令官であった。組織の改変に伴い、 1920年5月11日には、所属は、ロシア軍となった。ゲネラール・コルニーロフは、11月に行われた、ペレイ・コールチョンガールの戦いに参加した。1920年11月14日、内戦に敗れたピョートル・ブラーンゲリ将軍が、イスタンブールに亡命した際には、ゲネラール・コルニーロフは、難民を乗せて国外へ脱出した。その後、艦隊は、 地中海に面したチュニジア北部の町、ビゼルトへ到達し、その地において、フランス政府によって抑留された。その後、ソ連による艦隊返還要求が繰り返し行われたが、フランス政府は1924年10月29日にソ連を承認するまで、これに応じなかった。しかし、これらの艦艇がソ連に属することの決まった後も、 複雑な国際情勢から旧ロシア艦隊の抑留艦はついに帰国することはなく、1920年代末にフランスの民間会社に解体のため売却で、作業は1933年フランスのブレストにおいて完了した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。